モンゴル語族、モーコ語族は、モンゴル高原を中心に、中央ユーラシアの各地で話される語族である。モンゴル語族諸言語は、母音調和を行うこと、語彙的意味を持つ名詞や、動詞の語感に、文法的意味を持つ設備字が、次々と付けられる、膠着語であることなど、文法の類型上、トゥルク語族やツングース語族とよく似ており、これらを総称して、アルタイ諸語という、 アルタイ諸語を一つの語族と見て、アルタイ語族とする説もあるが、同一の祖語に遡りうる音韻の対応があると、広く認められる段階にはない。もし、アルタイ語族説が成り立つとすれば、モンゴル語族は、モンゴル語派と呼ばれることになる。モンゴル諸語を話す、人々の一般的な民族分類に従い、東から順に上げる。 モンゴル諸語は、和舎人口が少なく研究があまり進んでいない言語が多いため、分類は正確には確定していない。ここでは、一例を挙げるに止める。モンゴル語と呼ばれる言語は、上の文風における定義では、ハルハ方言と内モンゴルの諸法語と、その他にも、モンゴル国の公用語である、ハルハ方言のみを指したり、ハルハ方言と内モンゴル諸法語とにブリヤート語を足した。 東部方言すべてを指したり、東部方言と西部方言のすべてを指す場合もある。モンゴル民族がモンゴル書語を文字で表記することは、1204年にチンギスハーンが内輪を破って、ウイグル語を使う書記官を捕虜とし、文字により言葉を記録することの理を理解して書士に、ウイグル文字を学ばせたのが始まりであると歴史書には記録されている。現存する最古のモンゴル語文献資料は、 1224年頃に建てられたとみられる、チンギス・ハーン・ヒブンこと、イエスン・ゲ・キー・サオヒである。しかしながら、絶対年代は明確である。現存資料としては、1246年11月11日の、記念を持つモンゴル帝国のハーン、グユクによる、ローマ教皇インノケンティウス4世に当てた直書に、押された玉字の名文が、最古のモンゴル文字モンゴル語の資料である。 ただし、中国資料に記録された、キッタンの言語に当てられた漢字がモンゴル語で解釈できるという説があり、将来、キッタン文字が完全に解読されて、キッタン語がモンゴル諸語に属すると証明されれば、キッタン文字秘文が現存する最古のモンゴル諸語文献ということになる。13世紀後半には、チンギスの孫クビライに仕えたチベット仏教の構想、パクパがチベット文字を元にして、 パスパ文字を考案したが、元の終焉と共に廃れた。現在もうちモンゴルで使われ、モンゴル国で使用の是非が議論されている。モンゴル文字は、チンギスハーン以来のウイグル式文字である。ブリヤート語とモンゴル国のハルハモンゴル語も、ソ連の影響下で、キリル文字による原文一致の聖書法が考案された。ブリヤート語は36文字、ハルハモンゴル語は35文字である。 なお、上の分類で、孤立的諸言語とされた、諸言語はいずれも、文字を持たず、伝統的な書き言葉を思ってこなかったが、中国内のモンゴル書語では、ラテン文字のアルファベットを用いて、書き言葉を作り出す努力が払われている。各グループ名と図の中がドイツ語で表現、表記されていることに留意。ありがとうございます。